はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。今日もね、くたくたなお話をしていこうと思っております。あのさ、たまにさ、漫画だったり、まあ、アニメだったりを実写化するっていうことがちょくちょくありますよね。年に2、3回。あの、なんだろう。実写のドラマ化にしたりだとか、まあ映画化したりしてて、結構いいなと思うんだけど、怪物くんなんかも私がね、小さい頃に見たなと思って、30年ぐらい前にアニメでやってたのを知っていて、で何年前だ、もう10年とかそんくらい前に、嵐の誰だっけ、あ、大野さんか、大野さんが主演でやっていたっていうのがあって、あれはどうなんだろう、ヒットしたのかな。本当にその実写化してヒットした、まあ漫画アニメもあって、誰だっけ、るろうに剣心だとか、タッチとか、タッチもどうなんだろう、売れたのかな。本当に見てないんで分かんないんですけど、あとは何がある、あと銀魂とかありますけど、結構シリーズ化をしている映画とか、まあドラマ化も含めてなんだけど、そういうのって結構意外に俳優さんがまあぴったりとした、そうイメージ通りだねっていう人もいると思うんですけど、その主役だったり配役だったりっていうんで、でさ、そのタッチ、今思い出したんだけど、タッチってさ、まあもともと双子の俳優さんを、まあ、本当にそのまま、その二人を、まあ、主人公にして、で、みなみちゃん役を、まあ、誰かやったと思うんだけど、ヒットしました？タッチ。私が、まあ、聞いてないだけの話なのかもしれないけど、ヒットした覚えがないよ。たまにね、そういう双子系の漫画とかってあって、まあそういう場合はね、一人二役だったりだとか、だったりするんですけど、新田くんとかって言ってました？西村とかさ、小武平とかさ、まあ、小武平じゃないけど今、そう、ね、少女だけど、少女？まあいいや。そういうのがあって、意外にポシャった映画、まあ、とかがあったりするけど、意外にさ、その俳優さんと漫画のイメージがぴったりっていうのは、意外に原作者がその人をモデルにした場合があるのかなって、前に言ったかもしれないけど、思ってて、だからまあその銀魂とかも、まあよくカメレオン俳優さんとかって言われ方をすると思うんですけど、いろんな顔を持つね、その脇役にしろ何にしろぴったりと当てはまってしまう俳優さんって言うけど、意外にそういう脇役さん、まあ漫画だったりしても意外にその人をモデルにしている場合もあったりだとか、あるんじゃないかなと思って。で、誰だっけ、あの、銀魂の女の子いるじゃないですか。中国系の女の子。あれも多分、あ、でも、そうか。彼女があんなに人気になる前から、確かあれか。やってたもんね、多分。
だから彼女に近い人、まあ、似たような感じの人をモデルにしたんだと思うけど、うん、どうなんだろう、その漫画の原作者の方は口出しできるのかな、このまあやるやらないのを別にしても、もしやるんだったら俳優さんこの人にしてくださいとかさ、脇役の誰々さんはこの人が元いるとしてやってますんで、まあこの人にしてください、もしダメだったらその人に似ている人を、まあ、配役してくださいとかさ、うん、すごいびっくりしたのは木村涼子さんがすっごい似てるなと思って、まんまじゃんと思った、ね、そうそう、多分モデルはあの人だなっていうイメージがすごくついちゃって、多分そういうのってさ、モデルにする人ってその意外な人っていうか、その当時まあ無名だったりとか、まあこうちょっとずつ出始めの俳優さん女優さんをモデルにしてる場合があったりだとかね、変な話タレントメーカーでさ書きやすそうな人で、書きやすそうな人って言ったら怒られるか、ちょっと個性的なね、俳優さん女優さんの顔をこう書いて、ね、調べ上げて、うん、じゃあこの人をモデルにして性格はこういう感じの人でってやってみたら意外にハマって、ね、でじゃあ実写化にするならこの人でって、でちょうどいい具合に年もその当時まあね若かったとしても実写化になるとちょうどいい年の塩梅になって、じゃあお願いしますっていうふうになると思うし、うん、あね、何言ってんだか分かんないだろうけどっていうのがあるんじゃないかな。あ、ちょっとね実写化できない部分もあるかもしれないけどね、ガンダムとかさ、どうなんだろう、宇宙戦艦ヤマト、あれっていいのあれさ、リアルタイムに見たことはないんですよ、私が生まれる前にまあやった漫画なんで、漫画っていうかアニメだったんで、ちょっとどうなのっていう人もいるだろうし、そもそもね、主人公の男の人はあの人じゃないだろうっていう人もいるだろうし、もっとねちょっと泥臭い人じゃねっていう人も思うだろうし、うん、本当にそのドラマ化、実写ドラマ化しないでそのアニメの部分だけでこうねやってくれたらまあね、よかったのにっていう人もいるだろうし、うん、もっともあれだろうね、39も実写化しないでくれっていうような人が多いだろうね、うん、まあやれないじゃんっていうのもあるだろうけど、思いっきりさ実写化っつっても CG に頼るだろうしさ、うん、ね、え本当にコスプレぐらいだったらまだ許せるけどねっていうのはあるだろうし、どこのその話を、まあ、全体的にさね3ヶ月ぐらいでまとまるかっていうと、内々編バツバツ編って多分あると思うんだけど、そこのその星、まあ39だったらどこの星をメインにやるのかとかさであると思うんですよ、うん、で続くにこう次の
ショーがあるように作るのか、そこでばったりするのかね。そうそう、そういうのもあるっていうのもあるんだけど、どうなんだろうね。まあまあまあね、銀玉のように銀玉しか思いつかないんだけど、すごくいいドラマだったねとか映画だったねっていう言われるような、まあ映画もあるけど、そこまで入り込めないなっていう映画もあったりとかねするし、皆さんそういうのありますか？おちゃんだったなっていうような、おちゃんって言い方しないか、もうダメだねこの映画実写化しちゃったらっていう映画とかありますでしょうか？もしよろしければね、ご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。